はい、1000メーターマラソンチャレンジ中の緑川です。はい。今ね、まだ途中です。で、1000メーターでね、こちらの糸はね、250グラムなんですけれども、今ね、ちょうど、だいぶね、色がこう濃くなってきたところなんですが、残りがね、100グラムになったところで、150グラム分編んだところです。とってもね、綺麗です。ブルーの色がね、こう少し黄身寄りの落ち着いたブルーなんですよね。すごくね、心がね、こう穏やかになるようなブルーです。とってもね、ラメが効いています。こんな感じでね、とってもキラキラで綺麗です。肌触りもね、とってもいいですね。で、150g ね、 250g 1000m の糸で、今ね 150g ということで、半分は過ぎたという感じなんですけれども、まだまだね、小ぶりな三角ショールというところでね、せっかくなのでちゃんと最後までね、編み切っていきたいと思います。はい。私ね、飽き性なのでね、本当に集中力が続かなくてね、もう休憩してる時間の方がね、長い感じでなかなか進みません。はい。ではね、150g 編んだところでね、パッと採寸だけしておこうと思います。編み方は2段リピートなので、編み間違えるリスクは少ないんですけれども、ちょっとね、眠かったりするとね、間違ったりもね、しますね。ちょっとね、伸縮しますので、およそのサイズです。はい。またね、床に広げた時に改めてね、採寸はし直してみようと思っておりますが、あ、結構大きくなってましたね。一番長いところでもうね、半分折りで70センチあるから、140センチになっていますね。ここのラインが140センチになっています。ということは高さもね、結構あるんですね。こんな感じで、とってもね、綺麗でね、気持ちがいいですね。もうね、肩に羽織る瞬間を楽しみにね、一生懸命編んでおります。はい。もうね、本当に根気がないからね、チャレンジするときはね、ワクワクするんですけどね、途中途中でね、こう集中力が続かないからね、もうね、自分で割りながら呆れておりますね。はい。パッとざっと測った感じですが、あ、やっぱりそうですね、70センチぐらいの長さになっておりました。とってもね、綺麗ですね。はい。裏も表もね、両方ね、いい感じになっているかなと思います。もう140、70でしたらば、まあ使えなくはないね、結構なサイズにはなっておりました。このようなね、イメージでつけていける感じです。はい。それではね、残りの 100g 頑張ってきます。はい。250g 中 150g を編んで、残りがね 100g になった時点で、はい、一番ね、長いここがね140で、縦がね70ぐらいになっていました。とってもね、綺麗な色のショールになってきております。最後まで頑張ります。はい。1キロマラソンね、頑張りまして、今ね、やっと編み終えました。本当にね、長い道のりでしたね。私、本当飽き性なのでね、集中力が続かなくて、もうお休みばっかりね、していたんですけど、無事に終わったのでね、糸を切ります。そして、ここでね、とじ針で始末をいたします。はい。そしてね、1キロのうちに残ったのがこれだけです。ね、ちょっとね、最終段ハラハラしたんですが、上手にね、使い切ることができました。ではね、糸始末していきますね。はい。いつも通りですが、やっていきます。このね、長編み8本で終わりましたので、はい。どちら向きにね、つけても、そんなにね、素敵、大きな違いはなくてね、長編みが裏か表だけですが、それぞれ両方とも可愛いかなと思います。はい。
して、このね長編みの中下に鎖編みがありますから、一緒にね返し縫いをしていきます。長編みの足の中の鎖編みにも針を入れて、ほどきにくいように考えながらね返し縫いをしていきます。このような感じでね返し縫いをして、長編みの足の中にある前の段の鎖編みにも針を通して丁寧にね、はい、繰り返していこうと思います。はい、編み始めのね中心の糸も編み終わりと同じようにね丁寧に返し縫いをしました。これでね完成ですね。時間かかってるね気がいたしますがね、なんとかね無事に終わりました。こちらはね長編みが表側ですね。はい、このようなね見た目になっています。まあね、ラメが本当に綺麗なのと、この糸がね大変肌触りが良くてね気持ちいいですね。すごくね気持ちいいです。はい、とってもね綺麗な色になりました。ちょっとね広げてみますね。はい、このようなね感じで、こちらがね濃い、そうですね、ちょっと黄身寄りのネイビーで、あの藍染めのね藍色のような深みのあるね色になっていますね。日本人に合いそうなね感じの色かなと思いますね。そして最初の方がね薄い水色でした。大きさもねかなり大きくなったと思います。はい、床に広げた時にね折々メジャーで久しぶりに採寸してみようと思います。予想以上にねかなり大きくなっている気がいたします。そしてね、はい、マフラーのようにねこのようにねつけることもできますね。はい、すごくね気持ちいいので一年中楽しめるかなと思います。このようなねイメージです。ではね、毛糸のねおさらいしますね。コペンハーゲンのホビーさんという店の通販で買っているツイスターという糸で、ツイスターはね種類があって、普通のツイスターと、こちらはラメが入っているグリッターという種類になります。コットンが53、アクリルが43、ポリエステルが 4%。 そしてこちらはね 250g 1000m 1kg の糸玉でした。かぎ針のおすすめが 3.5mm から 4mm で、特殊はね4mm7号で今回ね編みました。こちらの糸は、ホビーさんでしか買うことができません。そしてメイドウィズインターキーというふうに書いてあって、カラーナンバーがね35番になります。はい、それをね1キロ使い切ることができて、はい編み始めがこんな感じで、編み終わりがこのようにねなって、無事上手に使い切ることができました。ではね、部長、試着します。わ、初めてなんですよ。一回もね、つけてみなかったんですよね。どれぐらいになっているんでしょうか。わ、大きいですね。かなり大きいですね。ゆったりしています。はい、こんな感じで。これね、1000メートルもあるからね、なんだろう、トップダウンでね、何か上を編んだりするのもね、いいかなとね、思います。とってもたっぷりしていて、前でねこうやってはい結んでもねゆとりがございます。ちょっとね立ってみますね。ですね、お尻がね隠れる丈になっていますね。このようにね手もはいこんな感じで、すごくね分量があってね優雅ですね。そして 250g しかないからとっても軽いです。ふんわりね暖かいですね。綿とアクリルのコンボなので、本当にね真冬以外いいかなと思います。真冬でもねぐるぐる巻きにしたらねすごくね暖かそうですね。こういうねラメが入ってるととってもね華やかな気持ちになりますね。はい、ぜひねいろんなお店のねいろんなこういう系統ありますのでね、ぜひ皆様も検索してねお好きな色がないかなとね系統探し方でお楽しみいただければと思いますし、また今回2段リピートでしたから、ダイソーさんのパティシエとかミックスケーキとか、あとケーキなどもね、はい、またね表情が違ってきますが、編み方としては2段なので、そういう糸で編んでもねとっても可愛いかなと思います。
ぜひね、お好きな色合いで楽しく編んでいただければと思います。この後ね、女子マネさんの試着と床置きで、採寸をね、してみようと思います。本日も最後までご視聴くださり、本当にありがとうございます。今回はね、前編で9段までの編み方をご紹介し、後編ではね、途中経過と今日の完成というところをお伝えいたしました。ぜひね、ご感想、コメントなどお聞かせいただくと嬉しいです。コメントぜひよろしくお願いいたします。また、ご登録者様、引き続き大募集しています。ぜひね、ご登録いただいて部員さんになってください。一緒にね、楽しく編み物いたしましょう。また、今日のショール良かったね、編んでみようかなと思ってくださった方は、ぜひ高評価ボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。緑川でした。はい、女子マネさんにね、試着していただきました。今日はね、朝のシャツを着ていらっしゃいます。その上にね、三角ショール貼っていただいております。とってもね、綺麗ですね。本当にね、毛糸の良さがね、出るかなと思いますね。このようにね、今ね、朝日に、はい、透けておりますが、大変ね、美しい模様になりました。後ろ姿ですね。もうね、本当にお尻すっぽりでね、大変優雅な上品なね、三角ショールができたかなと思いますね。これね、ちょっとした、はい、ディナーに行く時なんかもね、すごくね、おしゃれでいいかなと思いますね。肩に羽織って出かけて、お店の中ではね、膝掛けにもなったりするかなと思います。こういうね、お上品なのが一つあるとね、ちょっと華やかなね、ところへお出かけの時もいいかなとね、すごく思いました。はい、今ね、床に広げてみました。そして、お料理メジャーね、2メーターなんですけど、はい、ほぼね、2メーターになっておりましたね。はい、とってもね、長くなっております。はい。体もね、すっぽり、はい、お尻すっぽり丈にね、なっていました。このようにね、美しいグラデーションのショールになってくれました。はい、それからね、今メジャーね、左に、はい、こっちに置きましたが、ここはね、125センチぐらいにね、なっていましたね。はい、とってもね、大きなのできました。1キロマラソン、完走させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。お父さんにね、試着していただきました。似合いますね、社長さん。似合うね。男前だね。かっこいいね。泥棒巻き相変わらずね。似合うね。あとでね、おやつあげようね。お芋さん。何個欲しいかな？お芋さん食べる？食べるの。1個でいい？1個でいいの。はいはい。じゃあ1個あげます。